フジテレビの日曜報道ザ・プライムに出演した小倉こども政策担当大臣は、今後3年間の集中取り組み期間の後に、大学の授業料など高等教育の負担のさらなる軽減を改めて検討する考えを示しました。高等教育の負担のさらなる軽減が必要だって声が大きかったんで、加速化プランと言われている3年が終わったら、例えばその授業料の負担軽減ですとか、さらなる奨学金の拡充、こういったものの検討に速やかに入っていきたい。十分に収入が上げられた人がまた小倉大臣は、子どもを持つのに躊躇する一番の理由は不確実性だとして、子育て費用についてできる限り見える化することが重要だと指摘し、厚生労働省が去年から試験運用している公的年金シミュレーターを例に挙げました。小倉大臣は年金ほど簡単にはいかないとしつつ、子育て費用の可視化に向けてデジタル庁との連携や民間サービスの活用を検討する考えを示しました。